民主党もダメだ、こう言ってました。これ私さっき VTR でもそういう声が出ていたことを示して、自民党はもう愛想が尽きたけど民主党も託せないという声が広がりつつあるという感じがしますということを今日テレビで言いましたら、司会者もうなずいておりました。皆さん昨年大連立ってあったでしょ、福田さんと小沢さんが密室で談合して一緒に政権作りましょう、総理大臣は福田さん、副総理は小沢さん、一緒になって政権やりましょうということを一旦は合意したんですね。合意できちゃうってことは政治の中身に違いがないということを自ら証明するものではないでしょうか、はい、この私は今日お話した国民の願い、どんな問題でも根っこをたどっていけば財界、アメリカ中心という異常な歪みにぶつかる、これを取らせるのは共産党しかない。皆さんこの声を伸ばしてこそ、お年寄りも若者も男性も女性もみんなが安心して希望を持って暮らせる新しい日本への道が開かれるんではないでしょうか。皆さん今度の選挙は久々に巡ってきたチャンスの選挙です。